おはようございます。この間ツーリングに一緒に行きましたよ。石毛さんのお店、石毛魚類千代台本店が日テレのテレビ番組に取材されました。テレビの後混んでると思いますが、刺身でも買いに行ってみよう、行ってみよう。ここさっきから知ってますけれども、石毛さんの妹が僕同級生で、まあ昔から有名人です。高校の時はバーンズなんかもやったりしてですね、憧れの先輩。この間一緒に走りに行った達也くんと石毛さんは同級生。石毛さんのライブね、見に行ったことあるんですけど、ラフィンノーズというバンド、それ石毛さんがそのラフィンノーズのゲッタグロリーを見に行った時にそのカバーしてたんですけど、ゲッタグロリーは石毛さんのバンドの曲だと思ってましたらめちゃくちゃかっこいいなと思って、まあ、後に、あれはラフィンノーズの曲だったんだって、そういうことになるんですけど、今日は刺身をそうなんか漬けとかするのを買いたいなと思ってバイクではなく車で来ました。石毛魚類バイクで行ったこともあるんですけど、ついついね安いから買いすぎちゃうんですよね。でバイクで持って帰れないんですよね。店長がなんかどこからゴムバンドを持ってきて、単車にあの後ろのシートに縛り付けてくれたりとかね、保冷剤も入れてくれたりなんか、めちゃくちゃ親切で、とても活気のあるいいお店です。その石毛魚類に今日は刺身買いに行ってみたいと思います。これが石毛魚類です。今日もめちゃくちゃ混んでます。はい、お豆腐です。めっちゃ忙しいね。テレビの人がこんにゃんでじゃん、6個だ、店長です。はい、どうも、はい、どうも、しばらくありがとうございました。ビッグデビューってやっぱり、そしてスライスタイルかと思いながら、石毛より決まりました、社長、石毛さん会いました。合言葉は千葉ロックなんですって言ってくれましたけれども、
それが残念ながらビデオ撮れてなかったんじゃないですかね。今日刺身の盛り合わせ、中トロ大トロ、ブリかなんかも入ったかな。刺身を何種類かと鮭、まあ僕焼かないんですけど大体実家にあげようかなと思ってます。残念ながらあのテレビでやった釜の煮付けみたいなやつは僕が入ってすぐ売り切れてしまいました。間に合いませんでした。残念。また買いに行きます。邪魔そうだったな。腹減ったな。待って、美味しくいただきます。じゃあ今日もありがとうございます。チゲグリありがとうございます。店内でね同級生に会いましたけど、後で何買ってきたか、5000円ぐらい買ったかな。ありがとうございました。大トロ中トロ盛り合わせ、天然ぶり、うなぎ肝、刺身の盛り合わせと西京漬け、あとお刺身カンパチと大トロ、お刺身を買いました。締めて5000円です。締めて5000円です。いっぱい買っちゃいました。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。